試合後に選手を10点満点で評価するイタリアのスポーツ新聞ガゼッタ紙。あのマラドーナでさえ最高得点は9点と超辛口なガゼッタ紙で史上初の10点満点の評価を受けた選手がいる。アレッシオ・スカルピ選手はゴールキーパー。彼は試合中突然ゴールから離れ倒れているチームメイトの元へ駆け寄った。なんとチームメイトは相手選手と衝突した際呼吸困難になってしまっていたのだ。スカルピ選手は人工呼吸を行い救命に成功。試合こそ負けてしまったもののガゼッタ紙は命は地球よりも重いとのコメントとともに史上初の10点をつけた。そしてこの試合はアウェー戦にもかかわらず観客からはスカルピコール。この試合の MVP も獲得した。ゴールを守ることより人の命を守ることを優先し即行動に移したスカルピ選手。そしてそれを称賛できる相手チームファンや運営ガゼッタ紙。本当に大切なことを彼らは教えてくれた。